さあ始まりましたリーダーの身だしなみのお時間でございます。この番組は身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演出する会社オーダーメイドスーツのマージュがお送りいたします。毎回ですね、さまざまな業界からゲストをお呼びして、その方の業界での常識話や知られざる業界話とビジネスのノウハウなども伺えたらと思っております。この番組はですね、パーソナリティは私マージュのビジネスコーディネーターの小川澄彦がお送りいたします。CM の後ゲストの方を紹介させていただきたいと思います。それでは一旦 CM です。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。おいしいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。はい、始まりましたリーダーの身だしなみのお時間でございます。本日のゲストは、植木智之さん。はい、はい、でよろしくお願いします。最近お会いした方なんですけれども、まあ簡単に自己紹介なんかしていただけると嬉しいです。ご紹介預かりました植木と申します。今、生体、まあ、理学療法士っていう資格を持って生体の方させていただいている傍ら、まあ、融資と投資っていうところを事業として今やらせていただいてます。小川さんとはご紹介で、まあ、お会いさせていただいて、そこからラジオ番組という初ラジオ番組デビューをさせていただきました。短期間で、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。ですね、まあ、理学療法士ということで施術を結構やってるってことなんですけども、まあ、どういった方にどういう効果をもたらせるのかっていうのを聞いてみたいなと思って。そうですね、これは一概には言えないんですが、まあ、例えば今日実はこの前に小川さんが実際に施術を受けているんですが、そうなんですよ。僕の場合は今スポーツの方とか、うん、まあ、例えば痛みがあるような方なんかに対して、まあ、治療もしくはメンテナンスっていう形のご提案をさせていただいてます。やっぱスポーツやられてる方は体のこう特徴なんかがあるんですか？ありますね。今特にゴルフ、ゴルフ、うん、ボクシング、野球選手なんていう方を、多く見させていただいてるんですが、やっぱそれぞれスポーツの特性があるので、はい、やっぱこう痛みの部位であったりとか、うん、筋の偏り、ちょっとしたそこの変化っていうものに敏感な方がやはり多いです。知り合った時に自己紹介カードっていうのを見せてもらったんですけれども、そこにですね、ゴルフの飛距離が、何ヤード、一応今こう何人か取らせていただいてるんですけど、大体平均とすると15ヤードぐらい伸びますよっていうところの効果を、うん、歌えるっていうとちょっと変なんですけど、まあ、15ヤード伸びますっていう形で、ね、ご紹介いただいて治療もさせていただいて、そういう、ね、意見があったってことですもんね。必ずとは言えないですけども、こういうものは一応これもあれなんですよ、シミュレーションゴルフのところで組ませていただいて、うん、実際にこう治療前の治療後で数値を取って15ヤードっていう。ああ、すごいですね。ただまあその場ですぐに、そうです、そうです、その場で取っていって、でどのぐらい伸びるかなっていうのが大体15ヤードぐらいなんです。まあ、現場ではないんで、まあ本当あくまで参考値みたいなところになるんですけど、まあこのスポーツされてる方メインでって今おっしゃってたんですけど、もちろんこう一般の方にもこういうのって必要なものなんですかね？必要ですね。で僕の場合やりたいのとしては、結構痛みがあるから通うみたいな方はやはり多いです。僕はそこではなくて、私かってそこメンテナンスとか痛みがなくなった状態、うん、そのままその体を維持しませんかというところを、まあ、ベースにやりたいところではあるんです。はい、あ、なるほど。その痛いから行くっていうんじゃなくて、痛くなる前にならないような体作り、そうです、予防っていうところに今僕は目を向けて、
て、はいはいはい、この業界に今やらせていただいてます。ねえ、なんかまあ普通に考えたらちょっと痛いなって言って、なんかないかなみたいな、近くの整体とかマッサージとかってとこですけど、意外とそういうのではなくて、やっぱ予防が大事なんですよね。予防が大事です。ただまあやはりいきなり予防で来る方って、うん、まだほとんどいないので、うん、まずはあの体痛みがある方から見させていただいて、うん、実際今治療をしていき、痛くなくなったよって言った方、まあ、あの他の先生はちょっと何とも言えないんですけど、結構早めに改善が見込めると思うので、うん、そしたらこうメンテナンスとして、まあ、月に1回もしくは月に2回ぐらい来ると、うん、その状態が維持できますよっていう形で今お仕事としてやらせていただいてます。もともとこの理学療法というか、こう整体、はい、整体って言っていいの？大丈夫か。整体の仕事をやろうと思ったきっかけとかの経歴を教えていただければ。僕の場合結構もう、結構遡ると小学4年 ?3、4年か、今ちょうど29ですね、はい、3、4年の時に、ペルテス病っていう病気なんです。ペルテス病聞き慣れないです。ちょっと聞き慣れない、聞いていい話だった。あ、全然大丈夫。大腿骨、うん、おももの骨の先端部分が丸っこくなってる。この丸っこくなってる部分が壊れちゃうっていう病気。ペルテスは知ってるって方いるんですけど、はい、ペルテス病っていう、丸っこくなっちゃうんですか？壊れちゃうっていう、まあ、例えばこう手をバッとついた時に、うん、で手首じゃない、鎖骨が折れる場合は、うん、衝撃が、手首から肘、肩で逃げ場がなくなって鎖骨が折れちゃう、それに近いかなっていうような病気です。結構じゃあ子供の頃なんか体を痛めてしまったことも多い。いや、もうそこの怪我だけで1年半入院するっていう経験があった。あ、そうなんですね。痛みとかはないんですけど、こう加工って言ってビッコ引く、足を引きずるみたいなことをやっていて、まあ足の長さ、太さが全然違ったんですよ。あ、そうか、片方だけね、あの負担かけちゃって、左だけ全然こうで、骨の方に栄養血管っていう血管が通ってるので、はい、ちょっと専門的な話なんですけど、うん、血管が通ってるん でそこを傷つけたんで、そうすると栄養がいかなくて、で左足だけみるみる細くなってんでしょ。一回こう病院に、大きい病院に行ったら即入院してくださいという形になり、まあ、あの1年半そこから車椅子生活。本当ですか？ずっと車椅子でしたね。今ね、全然今全然ヒンティーで、まあそこの経験があって、まあ、あのリハビリ、うん、まあ、理学療法士って先生と出会って、まあ、そこの先生がこう楽しそうにやってたので、はい、まあ、子どものリハビリって結構レクリエーションとか、うん、遊びがメインなので、うん、なんかこの先生遊んでるよと、遊んでお金もらってなんか充実してんなみたいな思いましてこの仕事いいなと思って、まあまあ、少し志というわけじゃないです、決めて、まあ、今ありがたいことに仕事としてそれをやらせてもらってるってとこですね。やっぱこういうのって自分の経験があってって人が結構多いななんて聞いてると思いますね、うん、ほとんどですよ、ね、うん、それまで理学療法士って仕事とか、まあ、柔道整復師とかこう似たような資格はあるんですが、やっぱりそういうのはどっかしら悪くなって、うん、もしくは国家資格で、なかなかこうなんですかね、安定してるみたいな。うん、この大体2パターンが多いですね。あ、そうですか。別にそんな安定してるわけじゃないんですよ、その国家資格だからって。いや、けど安定してますね。あ、安定して、需要はすごくあって。需要としては、はい、あります。どういうところに理学療法士さん、あの、クリニックとか。あ、そうです、そうです。整形外科とか、よくこう、病院とか、こう、うん、なんですかね、骨折したような方とか、捻挫されたような方。そういう方のリハビリっていうとイメージが、あとは例えばこう今長嶋茂雄さんとか脳梗塞とか、うん、片方がこう効かなくなってしまって、うん、あるいはリハビリをするのが主な仕事ですね。ああ、植木さんはそういった仕事ではなく個人で今治療院をやってるっていう、またなんかその方向性が違ったんですか？そうですね、なんかこうなってしまった後っていうよりは、なる前のところやりたいなと。
もともと僕も病院とかそういうところを経てはいるんですが、うん、やっぱりこうなってしまった方の対応することが多かった、うん、まあ、そこにこう出会いがありまして、はい、もう本当某あの外資系の保険の方が、はい、まあ、やっぱり予防大事だよねと、はい、その前こうなってしまってから保険は入れないんですと、うん、いやその前のところをいかにパッケージというか、まあ、いかに組むかが大事なんですよっていう、まあ、本当保険の業界だったら当たり前の話だと思うんですけど、そうですよね、まあ、そこの話を聞いた時に、あ、僕たちの今いる、まあ、当時いた病院で、あ、結局なってからじゃなくてなる前にやんなきゃダメだな、うん、その場で、まあ、本当当たり前のことは当たり前のことに気づかされました、うん、そこはやっぱ予防っていうところフォーカスをして、うん、そっちの業界というかそっちの分野の方に進んでたところですね。こう要はあの顕在化してない状態じゃないですか、はい、痛くない別に行かなくてもって、うん、でよくある虫歯も行って一つ痛かったから見たら他もなってたみたいな、でそういうのってこうどういう風に気づけるものなのかなって、なんか本当しょっちゅう神経質でそろそろ医者行こうかなとかってあんまないと思うんで、まれに友達もいるんですけど無駄に医者行ってて、でそういうのってこう気づかせるのって、ま、なんかこうあるのかなって聞いてみたいな。どうなんですか、結構人それぞれですね、その健康をどう捉えてるのかとか、うん、若い方はいや若さがあるからいいやっていう方多いんで、うん、あまり引っ越しかない方多いんですが、これが4050とかになってくると、うん、やっぱ予防の重要さっていう、うん、ちょっと遅いですよね。得てして気づくのでそのぐらいになるんですよね、多分先になってからですね。なんでやっぱり僕のお客さんだと一番やっぱり30、40、50代の方が多くいらっしゃる。最初なんかどっかしら痛くて、うん、で、まあ、僕の治療気に入っていただいて、あの、まあ、この痛みのない状態継続したいっていうことで、あのメンテナンスっていう形でをやられる方が多いです。うん、例えばやっぱこう予防、今日やってもらったの後でお話ししたいんですけど、こう予防っていうのを、まあ、続けていくとこう、まあ、例えば体が痛くなりにくい体になってったりもするんですか。します。で今多分はあの少しこうブレ幅があるんですね、はい、最初にも多分よくな動きも良くなってると思うんですけど、これが大体 2,3 週間してくると徐々にこう元の方に戻ってくるんですよ、うん、まあ、2,3 週間ぐらいが大体3週間ぐらいですね。もともとのバックボーンとか、あの、まあ、どんな習慣を過ごしてるのかによって、うん、まあ、もちろんそれは変わるんですが、大体多分 2,3 週間ぐらいで徐々に落ちていって、でまた1ヶ月後ぐらいに来ると、うん、その何ですか、浮き沈みが徐々になくなってくる。ああ、なるほど。ある程度いや治療しなくても、まあ、メンテナンスしなくてもほぼ同じような状態がキープされていくっていうのは、どれぐらいの期間かけるとそういうのが大体できるようになって、結構人によりますね。メンテナンスっていう形に入ると大体半年後ぐらいにそこのブレ幅っていうのは少なくなってる、うん、方が多いです。例えば、まあ、聞いてる人ってすぐに通いたいと通えないパターンが多いと思うんで、こう、まあ、自分はそうかなって思った人がこう日頃心がける、まあ、体がほぐせるよう なんかこうアドバイスとかってありますか。なるほど、まあ僕は結構そういう自主トレとか、はい、セルフエクササイズとかそういうのはすごくポジティブなんですけど、はい、僕は本当にこれは別に何をやってもいいと思ってるんですが、1日1つ何か習慣、うん、例えば肩気になる方だったら1日1回肩回すだけでもいい。あ、回すってことを意識するだけで、はい、だから肩が気になってるっていう方だったら、でそれをこう毎日1回でもいいからやっていただきたいってことですね、うん、結構こうやってほしいことはいっぱいあるんですよ。ただみんな絶対やんないですね。そうですね、毎日なんか気づいた時にやりましたとか、うん、なんかちょっと確かに違和感出てからまたやり始めましたっていう方が多いんですけど、1日1回気になるその動きをやっていただくだけで、はい、健康の維持にはほんとつながります。なるほど。じゃあ聞いてる人はね、ぜひこう今自分が気になってる部位だったりを、まあ、何かしら良くする何かでもいいから1日1回とか5分とか、何でも大丈夫です、ね、何でもやっていただくことがいいと。さっきあのちょうど僕が、まあ、このお話をする前にせっかくだから施術を受けて、まあ、
体験なんかも話していこうかなと思うんですけど、まあ、まずここ到着してあの治療院に到着したらこう、まあ、自分で書くんですね、あの痛い箇所だったり気になる箇所っていうのどういうところに気を使っているかみたいなのを書いて問診票みたいな、ね、で僕の場合はサーフィンをやるんで、まあ、パドリングって言って波を進む時のこうクロールのような動き、やっぱこう肩甲骨周りがどれだけ可動域があるかで多分すごく変わってくるスポーツで、まあ、あの分かりにくいんですけど、あのプロなんかは腕の入り方がもう全然違って、肩から入るというか、手回してるだけじゃなくて肩から回すっていうのがすごくこう上手なプロのパドリングを見てると研究ってよくされてるんですよ。あの人はなんでこんな上手いのかって。で、まあ、自分なんかもペーペーなんですけど、明日ちょうど海行くんで前日に肩肩甲骨周りねこう仕上がってどういう感じであの海で反映されるのかっていうのを試してみたいなと思ってお願いしたんですけど、あの植木さんの施術の場合はこうなんかよく僕も最近マッサージ行くんですけど、まあ気持ちよくて寝ちゃうというかただただ気持ちよくて、なんかまあどっちかというと寝て気持ちよくなったみたいなそういうところもあると思うんですけど、あの一回一回ねこうやってもらってどうですか、動き変わりましたかっていうのを、まあ、細かくチェックしてくれて、でまあすごかったのはこう例えば、まあ、なかなか言いづらいですけど全然良くなかったなとか施術受けて、まあ、僕も経験あるんです、マッサージってそこじゃないのにってとこずっと揉まれて、あとちょっと強かったり弱い時にもなんか言いづらかったりってあるんですけど、まあマンツーマンなんでちょっとこここうしてほしいとかあんまり変わんなかったんですけどって言ったらやり方変えていただいたり、僕の場合はみるみるこう肩が動くようになったんで、あすごいなと思って、何のあれもなかったんですけどでもそういうのがね言えて、それがまあ植木さんの施術のクオリティが上がっていくことにつながるというか、いやもうありがたいです。やっぱ結果っていうのを教えてもらわないと進まないんですよね、うん、やっぱりこう僕たちのこれで良くなってるなっていうところとご本人のその感覚の違いみたいなところがあるんですね。動きは良くなってる、ご本人としては変わってないよっていうふうに感じれば、うん、まあ、その後次ってほとんどないんですね。そうですよね。なんでそこの部分をこう埋める作業っていうことで一回一回確認をさせていただいて、でまあ良くなってるのか悪くなってるのか、うん、で良くなってるんだったらどこはどんなふうに良くなってるのか、うん、悪くなってるんだったら何が悪くなってる、うん、僕はその悪くなっててもいいと思っていて、うん、じゃあ方法を変えればいいだけだと、うん、そこの部分をこう見極めるためにヒアリングというか、うん、でその一回一回確認をさせていただくっていう形を取らせていただいてます。そう大事ですね。あのまあなんていうかすごくこう仕事において、まあ、相手が何が良くて自分を選んでくれてるのかっていうの意外と気づかない、はい、で何がダメかはお客さん言うじゃないですか。僕もスーツの仕事やってるんで、あのリピートしてくれてるってことは、まあ、喜んでくれたんだろうなって言って、あのスーツ良かったよみたいなこと言ってくれるんですけど、まあ、確かにどこがどう良くて、むしろスーツが良かったのか自分の応対が良かったのか、僕の応対は良くなかったけどスーツが良かったから頼んでるのかとか、そういうのってね、なかなか言いづらいとか、まあ、聞かないとね、なかなか教えてくれなかったり、あとこれもなんかせっかくなんでビジネスっていうところだと、はい、信頼とニーズの曲線っていうのがあるんですよ。あ、面白そうですね、はい、信頼がめちゃめちゃ高くてニーズが全然ないって、これって売れると思いますよ。信頼が高くてニーズがない、はい、売れないですね。本当ですか。でも売れるんですよ。売れるんですか。ただ、信頼がめちゃめちゃあってニーズが低いと、お付き合いみたいな、あ、高いか、低いです。低いか、お付き合いって形で売れます、うんうんうん、ただ高単価のものは売れなくなります。最初何ですか、信頼が、信頼は高いけどニーズが全然ない状態ですね。あ、それも売れるんですね。施術とかも結構近しいですね。あ、この人いいなとか、お世話になってるな、ただ別に肩どこも痛くないし、まあ、ただやっぱお付き合いもあるからこれみたいな。でもその施術とか、まあ、スーツとかも結構あったりするかもしれないです。あ、そうですね。この小川さんめっちゃいいな、お世話になってるな、どんな小川さんのおかげで制約したなと、うん、別に今手術めっちゃあるしみたいなところでも、うん、多分お付き合いでも買うと思う。そうですね、確かにそうですね。逆にニーズはめちゃめちゃある、ただ信頼が全然ない場合、これはどうだと思いますか。売れる、まあ、そうか、個人から買うかどうかっていうような、個人の話ですよね。
そうですね、それは売れないですね。本当ですか。実はこれも売れる。これも売れる。ニーズがめちゃめちゃある状態で、あのこの人やだ、まあ、例えばですけど、うん、今着る服がない、うん、けど今小川さんしか繋がってない、うん、もう着る服ねえし今裸だし、うわーめっちゃ嫌いだけど買うしかないみたいな状態になるんです。なるほど。本来一番あるな一番は多分ニーズが一番高くて、うん、信頼がめちゃめちゃ高い、この状態を目指すべきなんですけど、なるほど、信頼が高くてもニーズがめちゃめちゃ高くても、うん、どっちでも売ることはあります。うん、それをこうな最終的に信頼を高めつつ相手のニーズも喚起するっていうのが、うん、非常にビジネスでは大事なので。ああ、そうですね。確かにそうだな。僕の場合は結構その最初人間性っていうところ、信頼を得てもらいつつ、やっぱニーズっていうもの、うん、まあ、例えば小川さんであればやっぱりこうサーフィンを行くっていうところであれば、さっきの施術を受けていただいて、うん、まあ、この状態を毎月維持したくないですかっていうところが、ニーズの喚起の一つ。ニーズね、はい、ニーズ。そこで、ああ、やっぱりまあ、明日サーフィン行っていただいてこの状態いいなってなったら、うん、まあ、買ってくださる可能性が高いっていう。そうですね。まあ、せっかくこのビジネスっていうところもあるので、はい、ニーズと相手のニーズとその信頼をどう高めるのかっていうのを考えると、なんかビジネスにおいて一つ、はい、確かに。もうどんだけうまくてもね、はい、信頼がなかったりしたらね、そうするとリピートになりにくかったり、なりにくかったり、あいつでもうまかったなみたいな残るかもしれないですよね。だから売れなくはないんですよ、うん、だから高単価のものっていった場合に売れるのかなっていう話もなってきて、素晴らしい、いいですね。いや、植木さんはこう一人でやってるから、もちろん自分もこう通ずるところがあって、まあ、どうやってね、お客さんの信頼でいこうかとかで、こうリピートにつなげていくのが、特にこういうのはこうまた来たいと思うので、その人だったりもすると思うんで、こう1時間植木さんと一緒にいるわけじゃないですか。だからどうもこう合わないなと思ったら施術は良くてもってさっきみたいな話になるんで、ね、せっかくなんで身だしなみの番組でもあるんで、その人と接するときに好印象を与えるよう な, なんか身だしなみとか、まあ、ちょっとしたことでもいいんですけど、なんかこう見た目だったり身だしなみで軽い意識してることだったり、なんかもしあれば。そうですね、身だしなみっていうところだと僕も大体ずっとこの格好なんですよ、はい、上も下も。でこれが4着ぐらい同じようなのがあるんですね。服装に対してあんまり、まあ、小川さん的にあまり良くないかもしれないけど、それぞれいろいろ思うじゃん。意識をこうなんですかね、自分のその思考の時間に服を使わないっていうのを心がけてますね。ああ。大体もうこのビジネスをするときはこの服だみたいな感じのルーティーン服みたいなのを作ってるって感じ。でも印象的っていうのは別に嫌な印象を与えなければ僕はいいなと思うんですよね。好印象を狙わなくても、まあ平均点で、やっぱ特にこの仕事なんかはそのここで自分を見てもらおうじゃないですか、結果が全てじゃないですか、うん、ってなると人柄と見た目さえ合ってれば、この人なんでこんなに物腰柔らかいのにすんごいバリバリのロックテイストなんだろうってところに気にならないところも、まあ一つの身だしなみとしてのまあ、テクニックとは言えないですけど、最低限そこは守れてればいいんじゃないかなっていう。まあ、植木さんは割とこう笑顔がある人なんで、その柔らかさを服にこう少し反映されてるような感じがするなっていう。ありがとうございます。僕もちょっと心配、大丈夫かなと思いながら、そんなにすごい気にしてるわけじゃない、まあ、もちろんその不潔でいないようにっていうところの心がけをしてるんですが、大丈夫かなっていう意識は常に持たせてます。でも大事なことだと思います。やっぱ受ける人が生理的に嫌だとかってやっぱあると思う、女性なんかは。でもこうさっぱりした髪型にひげがそっとらそっとて、まあ当たり前のことですけど、多分それって大事なことなんだなと僕は思ってて、もし今後まあ、沖縄の人がメインで聞いてるんですけど、植木さんのことをもっと知りたいなって人はどういうふうにアプローチしていったらいいか。なんですかね、僕はそんなに大きくどっちかってクローズでやらせていただいてるんで、うん、なんか例えばラジオ番組でおばさんになんかつながりたいみたいな感じで連絡いただいたら、うん、まあ SNS
僕はフェイスブックぐらいですかね。もしラジオにも載っけてるじゃないですか、あのこう繋がるような名前だけでも下に出させていただければ。全然大丈夫です。はい、まああの今後もね、あのいい繋がりになったと思うんで、ぜひ、まあ、ラジオが聞かれて何か変わるかわからないですけど、まあ、ご協力いただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい、今日のゲストは理学療法士と、まあ、お金のことだったりの情報もすごく持ってる植木智之さんにゲストに来ていただきました。またご出演いただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。飲んでくって吸って吐いてしみる場合